こえてますか皆さん。どうですか、聞こえてますか、電波大丈夫ですか。こんばんは。僕もね、別にその高学歴ではないんですけど、社会人になってから勉強して、こういう知識をね、得たタイプです。で、日本人は本当に社会人になって、勉強しない国になってます。そこに入学したらそれで終わりなんですよ。今、何が起きてるのか。今、どんな世の中なのか。そして今後、自分の人生とか未来はどうなのかっていうのは、勉強しないとありますよ。学んで行動しない限り、自分の人生っていうのは、豊かには近づかないんですよ。で、僕も学校の勉強はしてないんですよ。本当に大人でね、自分が大事だなと思うのを勉強してます。そう。依存しないって、今ね、コメントをいただいたんですけど、依存しないってことです。なんか勉強する、いろんな先生とかいるじゃないですか。先生たちから勉強はしていいんですけど、依存しちゃダメだと思ってます。で、依存が始まると、今度は、その人の言葉を、すごい信じ込みやすくなってしまって、他のね、角度の意見を聞けなくなっちゃうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、正義をかざして喧嘩しちゃうんですよ。それが違う意見でもちゃんと話し合うっていう場所が必要なんですよ。だからその喧嘩っていうか言い合いとかっていうのはもう全然僕ありなんですよ。世の中がおかしいからみんな世の中を良くしたいっていうみんなの目標はここにあるわけですね。健康になる。そのための話し合いってありなんですよ。何々派とか、あの先生が言ってたからこっちの先生が言うのは違うとか、そんなんじゃないですよ。僕は本当にこう学びに対して時間とお金っていうのは投資してった方がいいと思ってます。無料のほど少しね怖いものないなって。学びにねお金を投資したりとか時間を投資するっていうのはめちゃめちゃ自分を成長させることなので、そういう自分が普段やったことないものにチャレンジするってことはすごいいいことなので、ぜひやってみてください。40とか50とか60でも関係ないんですよ。もう新しいものをやってみましょう。だって自分がやったことないことにチャレンジするとドキドキするし緊張するじゃないですか。その緊張感って大人になればなることないんですよ。だから僕のね、今コミュニティで超ライクアックっていうコミュニティがあるんですよ。だいたいまあ90人ぐらい入られてるんですけど、そこではね、皆さん切磋琢磨して情報配信をしたりとか、あとはね、助け合ったりとか、あとは世の中のためにとか自分のビジネスをね、うまくいくために皆さんみんな努力して勉強して、そういうコミュニティ運営をしてます。で、そこでもね、もうちょっとずつ成果を出していただいてる方たちがいて、めっちゃ僕嬉しいんですよ。その方たちもやはり時間とお金を投資した方たちです。で、その方たちどんな人かっていうと、もちろん勤め人の方もいますし、看護師さんとか、あとは歯医者さんとか医療従事者の方もいるし、主婦の方もいらっしゃいますし、あとは僕みたいな経営者とか個人事業主の方もいます。で、そこで皆さんで学びながら自分のね人生の豊かさを掴むためのツールとして学びの場所を提供してて、そこで皆さんやってるんですよ。なので僕みたいな健康情報を送ってる人っていうのは勤め人っていうよりは個人事業主が多いです。あとは経営者とか起業家とかが多いです。なぜかというと、そういう人たちの方が自由度が効くんですよ。で、あと自由度が効かない限り自分の学びに時間を投資するとか、あとはねこういう発言をした時に会社で立場がなくなっちゃうとかあるんですよ。だからね、必然的に経営者起業家が多いかな。あとは僕らの仲間だとミュージシャンの方、本当にこう自由を大事にするとか人生の中でねすごい大切にしてる人です。その自由っていう話をすると、僕が今この情報配信をしてるのっていうのは、お注射とか医療利権とか、あとはまあ政治とかいろいろあると思うんですけど、もう根本的なもう一つの答えっていうのは、僕は自由を迫害されるのが嫌なんですよ。自分の人生の自由、そのために戦ってるっていうか勉強して伝えてます。自由を得るためにやってます。それっていうのは、まあ戦国時代もそうだし、中国の春秋戦国時代もそうだし、皆さん大体自由を求めて戦うじゃないですか。戦いとかね、戦争は良くないとは思うんですけど、でも自分に迫害されそうになったら、それは強く自分の意思を言うっていうのは大事だと思います。で、日本の方はものすごい優しいので争いを好まない部分はあるんですけど、でもそれは学びながら、あ、これ違うなと思った時はちゃんと声を伝えられるようにしましょう。で、今日もね、僕海に行ったりとか、ちょっとね、施設とか入ったり学んだ時に、マスクしてくださいって言われたんですよ。で、僕ほら、マスクほとんどしないんですけど、しない理由っていうのは、めちゃめちゃ勉強してるじゃないですか。で、マスクが意味ないっていうの分かってます。ただ、そのアルバイトの店員さんたちに、そこでね、僕が、マスクはこういう高校で意味がないと。そんなのはやる義務がないと。強制力あるんですかとかやっちゃったら、その子の立場もないし、周りの雰囲気も悪くなっちゃうじゃないですか。で、僕はね、マスクありますかって言ったら、マスクありますよーって言って、ポケットがピーって出して、マスクやるふるしてやんなかったりとか、あとは本当にもう、この辺にかけたりとか、そういう感じでうまくかわしてます。で、僕もね、その子も、やはり立場があるわけですよ。上から言われましたとか、決まりなんでしか言えないの分かってるんで。
あ、じゃあはい、わかりました、みたいな感じで。で、やんなかったりとか。そういう形で、今の世の中を生き抜くためっていうのは、そういう柔軟な姿勢だったりとか、いなすっていうのが大事かなと思ってます。その白黒バーって喧嘩するだけじゃなくてね。そういう形で、その一日を終えるためには、やはり喧嘩だったら、やはりこうしんどくなるじゃないですか。そういう感じで今日もね、楽しく過ごすことができたんですよ。でね、今日も帰り際に、あ、今日もライブ配信だなと皆さんとね、こういう意見交換できるし、自分が感じたこととか、これからね、やりたいこと、で皆さんの困っているものを、まあ、ブラッシュアップして解決に近づけるなっていうことを考えながら、早く夜9時来ないかなと思いながら思って、で9時になったら電波が届かないと。で、皆さんから大丈夫ですかって心配されちゃうと。そういう出だしの、まあ9時20分ぐらいからですよね、スタートしたっていう感じなんですよ。だから今日もね、1日振り返ると楽しかったなと思ってます。で、皆さんこの1日1日ね、本当に積み重ねだけじゃないですか。で、学校行く人も、会社行く人も、まあ事業主もね、もういろんな立場の人たちが24時間というのは僕らは皆さん同じ条件しかないんですよ。だからそういう形で皆さん1日を終えるときに、あ、今日も楽しかったな、成長できたなと思えるようにした方が1日の積み重ねいいと思ってます。